やっちまった、いろいろと。堀さんなら外すかと思ってたよ、こっちは。いやでも4センチに対して、いや外せばよかったな、本当。でも大体いけるかと思ったら1だけはね、今こんなの引いちまったって。いや大体ピンズが想像になって勝つなって、相手張ってないから話してたら、今これ取っちゃうんじゃないって。外せばよかった、しかもやめればよかったな、もう、ね、あれ、リャンワンではなくスワンなのは上がり見に行ったってこと、1万2000円。まあどうせどっちも大体通ると思ってたから。うん、リャンワンは、しかもリャンワンってもう当たるパターン1、2、2、3しかなかったんだよね。まあだから安全に行くんだったらリャンワンなんだけど、まあどうせ、いやでもやめとけばよかったな。どうせいやどうせどっちも当たる可能性があって、てか何持ってきても多分ハツになると思ったから、堀さんのね、言わん推しがね、聞いてるから。そういややっちゃったな、でも本当にやっちまったわ。楽曲激痛だったね。外せばよかった。でも一番激痛だったらもう郷さんの送り込み地位で跳ねまくられたね。そこらまで悲鳴上がってたからこっちは。何してくれてたって。泡抜きでいたからね、こっちはね。4山だったんだよ。5山、5山スタートので、あの配定まで4山だったんだよ。マジか。マジで、リャンピンにはやったから、マジでリャンピンだけやめてくれって。チートよりリャンピンだけでさ、テンパられた瞬間に頼むから負けちゃうやつって。さすがこっち読んだし、あいつ通過したねーと思ったらカメラ動かねんだよな。あれ通過してないやつみたいに。いやいやでも1万2000歩余計だったし、上がりもあったし、言わん切ってればね、もうやばく上がってたね。言わん切ってたら、まあスチソー、スチソー、スチソー、闇かな。闇だったら8000直でリーチだったら倍番か派手番つぼみたいな感じ。スチソー積もってたっけ。積もってます。カレーに引いてる。5、6、7引いてる。いや、言わんね、張ってると思ったらきついよね。いや、張ってるか、張ってない可能性もあるにはあるけど、伊達ちゃんがこの展望状況で4センチ脳天なんてそんなにないだろうな、みたいな。一番よくあるやつ、ウーワン・ローワンと自敗自敗みたいな、そうあるあるのやつ。まあでも3着ね、アウェアだったから4着。本当に1万2000打ったからね。ピタッ。4着も危なくなったもんね。国士が横移動してるはずなんで。そう、国士いろいろあったんですよ、堀さんの知らないところで。黒沢さんのリーチ、奥の南さん、国士って言ったら国士すぐ分かった。いいよ、伊達ちゃんがね、いつ郷さんがサブロッキューピンズ。おぉ、マス前だ。なんか国士言わずにメロコンチートに残れちゃった。へぇ、早々にドラ切ってたやつ、そうそう、無駄もなしの即テンパイ、90目 ?70?80 目ぐらいリーチ前や、まあ、でもあれでまくらしたら本当に悲しかったから、なんとか3でよかったですね、結局3なら。あれでまくられる、いや、黒沢ソリーチャーだったら4だったから。そう6000オールだから。今上がり伸ばした後に6000オールリッチ飛んできちゃったから、もう負けたわと思って。なんならうちが全部負けるようになってんじゃねっつって。いやでも相手送り込みはマジで聞いたら、引き分けで許して、引き分けすら許せないぐらいだったっすもんね、こっちは4山の一人旅やってんのに。なんか追いつかれて、リャンピンだけ止められて、全部取られて、リャンピンだけ止められて。でも別に大して押してなかったね。 E ピンとリャンピンで、スッと1枚を先輩だけで絶対張ってると思ってたけど、やられた。